はい、こんばんは。たびけんです、えー。空白依存症プレゼンツ。私を構成する24枚を1枚1枚紹介していくラジオ。えー、今名前を付けました。第3回は、えー、アジアンカンフージェネレーション、ランドマークという2012年の、えー、アルバムですね、えー。ということでですね、アジアンカンフージェネレーションというバンドは本当に非常にこう、 私、まあ、ロックの入り口を提示してくれた、えー、重要なバンドであります。まあ、というのは前回、前々回でもちょっとそういう話はしているとは思うんですが、えーとですね、まあ、出会いとかそういうことを語るとまた長くなる。というか、前回、前回30分以上ちょっと喋ってしまったんで、サクサクね、ほんと15分ぐらいでね、1回15分ぐらいでね、締めたいんですけど。えーっと、 でもやっぱ語らざるを得ないという感じでしょうか。えー、っと、まあ、出会いは、もう一番最初に存在を知った曲は、えー、っと、君という花という曲ですね。この辺はちょっと前も喋ったことがあるんですけど、ので、ま、あちょっと割愛はしますが、で、その後、その、えー、っと、サイレンというシングルが出て、これがチャート2位かなんか取ってあ、このな、 バンド名、長いバンド売れてんだみたいな。まあ、2004年とかですか正確なあれは、ちょっとあれですけど。で、ちょっと興味を持って借りて、その時はまああんまりピンとこなかったんですけど、まあそうこうしているうちにまあ、その音楽を聴くのはね、好きだったんですよ。ロック、ロックがどうとかっていうのは全然わかんなかったけど、なんかこう、音楽を借りてきて聴いたりするのはすごい好きだったから、 ええと、そうですね。もうジャパンカウントダウンとか見てたんですよ。まあ、これ高校、自分の言い忘れたけど、自分で高校生ぐらいの時ですね。夜中のランキング番組ですね。チャートランキング番組をよく見てて、それではもうプッシュされるわけです。アジアンカウントジェネレーションは。サイレン1個、特にね。えー、っと、だから、ループループとか、 えー、君の街までとか、そういう、まあ、シングルをだガンガン切っていく。まあ、その中に、リライトっていう曲もあって、これは、まあ、鋼の錬金術師という、まあ、アニメの主題歌にもなってまして、まあ、鋼の錬金術師のアニメを、ちゃんと見てたわけではないんですけど、まあ、この、鋼、通称、鋼は、まあ、友達とかももう漫画読んでたし、回し読みとかしてたし、まあ、それで、まあ、リライトかっけえな、みたいになって、まあ、それで、その辺のシングルが全部入った、 えっと、ソルファーってアルバムが出まして、これでチャート1位を取ってるんですね。で、これを、えー、まあ、ゲオで借りるということになるわけで、で、まあ、高校3年生のセンター試験の、もうその当日の朝までソルファーを聴いてたぐらい、まあ、当時でも、まあ、それぐらい好きだったんですけど、まあ、今でも好きで、えー、ただまあ、当時はね、やっぱりその選択肢が少ないですから、 その、金もないし、ツタヤでこう、どれ借りるみたいな。まずシングル、まあシングルが100円なんですよ。これ多分若い人も聞いていただいてると、想定してちょっと説明しますけど、シングル100円で借りれて、アルバムは300円で借りれるから、まあ、で、アルバムは10曲ぐらい入ってるから、絶対アルバムを借りた方が得なんだけど、なんかこうシングルを、で、まずお試しで2曲ぐらい聞いてから、 本当に好きだったらちょっとアルバムまでちょっとこう聞いてみようかなみたいな気持ちが当時あって、これ結構あるあるだと思うんですけど、当時の学生の。今みたいにサブスクでガンガン聞けるわけでもないし、お金がね、に余裕があって CD ガンガン買えるわけでもないし、まああんまりブックオフとかもそんなのなかったんじゃないか、高校生の時。中古 CD ってのもあんまりなんかなかったから、やっぱり CD、アルバム買うのって、 2500円とか3000円とかしましたからね。うん。タワーレコードに行って、洋楽だと1500円とかで売ってる、1700円とかで売ってる時あ、あるけど、輸入版ね。いや、本当にだから、そういう時代だったからねっていう、まあ、もう、学生で金もなかったからっていうのはあって、まあ選択肢が少なかったから、まあ、その、好きなアルバムを何繰り返し聴くっていうのが、まあ、こう、 まあそういうことはよく、まあみんなそうだったと思うんですっていう話なんですけど。で、まあそこから入っていって、まあ本当にその、そうですねで。で、まあそのソルファっていうセカンドアルバムなんですけど、そ売れたのは。で、そのせ、俺がその、当時めっちゃ聴いてたのは。で、これは、まあこれでも良かったんです。今回この構成する、私を構成する42枚っていうことなんで、まあこれでも良かったんですが、で、またこのアルバムをね、2016年に、 撮り直してるんです録音し直してるんですね、アジカンは。で、そっちもすごいいいんで、まあ今、もしアジカン聞いたことないくて、まあ興味があるっていう人いるのかわからないですけど、まあこの、俺、再録、こう、撮り直したバージョンのソルファ、2016年バージョンソルファから聞いてもいいんじゃないかなって、俺は思うんですけど。なんですけど、まあだからアジカンっぽいさっていうか、まあアジカンってこういうバンドですっていうアルバムですよね。 なんですけどまあ、もちろん今でも好きなんだけど、まあ、なんと言いますか、この辺の話をしだすと長いので、まあ、この、なんて言うんでしょうね。えっ、ー、と、2010年以降のちょっと話をしたいんですが、まあ、アジというともギターロック、ギターバンドというかね、まあ下、さっきまあ、前回も何回も言ってますけど、下北沢とか、あの辺でやってたような、2000年代前半に、 やってたバンドがこう、どんどんメジャーデビューしていくわけですね。あーえー、まあ、これが、まあ、バンプオブチキンなんかは結構若い時からもうすぐにバーンってブレイクしたんですけど、まあ、アジカンだったり、まあ、後に粉焼きを大ヒットさせるレミオロメン面であったり、アシットマンであったりみたいな、まあ、こういうメンツですよね。まあ、ザ・バックホーンとかも入るのかな。で、まあ、多分次回の、に、私が語ることになる、まあ、ストレイテナーとか、 も含まれてくるのかなと。こういうようなメンツがどんどん出てくるっていう。で、で、やっぱりこういう人は、お礼が勝手に思ってたこういう人たちの魅力っていうのは、まあ今までこの、まあロックかロックじゃないかみたいなことは、あまり考えずに音楽を聴いていたわけですよね。J-POP というもの。で、あの、まあいろんな音が入っているんですよ。で、今聴くとそういうのはやっぱめちゃめちゃ面白いかってもするんだけど、 そうじゃなくて、こう、4人とか3人とかで、ギターとベースとドラムとボーカルで、せーのってこう、音をガーンって出したら、それだけで成立するみたいなものが、まあ、このギターロックとかギターバンドの、まあ、かっこよさで、の一つではあると思っていて、で、なんかそういうものを、こう、今まであんま聞いてこなかったから、その、高3とかで出会うわけですよ。高校3年とかで。そういう音楽に。 まあ、なんならもう大学1年とか。それで、こう、そっちに、こう、興味がいくってことに、まあ、僕はなっていくわけで。まあ、で、こう、アジカンも、そうですね、その、2000年代ぐらい、までは、まあ、そういう、できる限り、この、まあ、その、この4人でできることをやろう。まあ、4人組のバンドなんですけど、まあ、ギターサウンドにこだわろう、みたいなところでやってきたのが、まあ、その、0、2 0 0 ゼロゼロ年代のアジカンという感じでしょうかね。まあ、影響としてはね、まあ、よく言われていることですけど、まあ、ウィーザーというアメリカのね、えー、90年代の、まあ、今でも現役ですけど、パワーポップと呼ばれるようなジャンルの代表格のバンドとかね。えっ、ー、と、あとよく言われる、まあ、イギリスのバンドですね、90年代の。ブリッドポップって言われる、えー、まあ、イギリスの90年代の半ばぐらいのバンドブームと。 考えてくれていいと思うんですけど。まあそういうようなものから、まあオアシスとかね、ウラーとかね、いるんですけど、そういうものから影響を受けているという、まあ基本、基本線はこういう、そういう人たちではあるんですが、まあその、それだけじゃちょっと、まあ当時多分そのメロコアとかっていうような、まあ激しいパンクみたいなものも流行っていたから、ちょっと追いつけないというか、おそらくまあこれはもうデビュー前の話なんですけど、 味が、まあ、結局、アジカンの全体像を語ることになっちまうのこのまだと。<laughs> まあいいや。まあその、まあなんていうのかな。いわゆる、いわゆるその UK ロックって言われるイギリスのロックだったり、パワーポップっていうものをそのままやるのでは、ちょっとその、なんか売れないなっていう、まあ、まあそういうことだったと思うんですけど、周りのバンド結構スピード感あって激しいぞみたいになってきたので、 まあ、ここで彼らが参照したのは、まあ、イースタンユースという北海道出身の、まあ、イースタンユース本人に言うと怒られるとは思いますが、エモですよね。エモえー、日本のエモっていう感じのバンドですかね。すごい激しくて、日本語で。本当まあ、エモーショナルで。まあ、僕も大好きなバンドで、まあ、この、今回の42枚の企画にも1枚選んでるんですが、まあ、イースタンユースとか、まあ、ナンバーガールとかね。ナンバーガールはあまりエモって言わないけど、まあ、そういうような、 バンドの影響を、まあ、ダイレクトに受けて、まあ、特にね、ナンバーガールよりも、やっぱ、イースタニュースの影響は強いです。あの、初期の味感は。初期の、えー、っと、ファーストアルバムの、君つなぎ 5M。さっき言ったソルファの前ですね。あの辺とかかなり強いですね。で、まあ、そういうものを、まあ、こう、激しい音楽に、まあ、チューンアップチュ,チューニングを合わせるために、イースタニュースとかの影響を、まあ、 直接的な影響を持って、まあ、デビューしていくというような、まあ、形のバンドなんですけど、まあ、そういうようないろんなその音楽の影響が、まあ、独自に解釈されていく。で、まあ、言うならばそういう激しい目のエモみたいなもの、エモっていうのはちょっと誤解があるが、そういうものをまあ彼らなりにそぎ落としていったというか、彼らなりに洗練していったものの中で、まあ、たまたまアニメのタイアップもあってヒットしてしまったのが、まあ、リライト。 という曲という、まあ、そういう言い方ができるんじゃないかなと思いますし、えっ、ー、と、先ほど言ったこのソルファってアルバムは、さっき言ったポッパーへ、えー、口が回らん、えー、パワーポップというジャンルの、まあ、そっちの方向の曲も結構入っていて、ま、あこれ本来の味感なのかなという、味感というか、まあ、本来の後藤正文という感じでしょうかね。まあ、このボーカル、ギターボーカルで主に作曲を手掛けている後藤正文、通称ゴッチの、まあ、 路線っていうのはまあ、基本的にパワーポップの人だというのはまあ、抑えておいていいんじゃないかと思うんですが、まあそこからちょっとね、いや、これだけじゃあかんみたいな感じになってですね、まあセッションで曲を作り始めたりするわけですね。まあ民主制みたいなことで,しょう、ね、ことですよね。まあそのアルバムがその、えー、っと、サードアルバムのファンクラブ、で、フォースアルバムの、えー、ワールド、ワールド、ワールド。まあこの辺まで続いて、セッション路線みたいなのが続いていく。 わけで、まあ、この辺でこう独自性というか、もうナンバーガールとか、イースタンユースとかの影響っていうよりは、なんかすべて、なんかこう、血肉化された、まあ、味感みたいなサウンドが、まあ、こう、作り上げられていくっていう感じで、なんですけど、で、まあ、その後、まあ、ちょっとね、パワーポップ、まあ、後藤正文さん先生の趣味に、趣味が炸裂したサーフ文学鎌倉ってアルバム、まあ、これちょっと今ね、 これの再発版というか完全版サーフ文学鎌倉っていうのが出るんですよ。これで、あのー、今、ファンはちょっと湧き立ってますけど。まあ、これもちょっと言いたい、ね、ちょっと話、それちゃうけど、湧き立ってるんだ、みたいな感じではあるんですけどね。当時そんななんか、俺も含めて、なんか、まあ、いわゆる外しのアルバムっていうか、言うならば、そのさっき言ったセッションに疲れちゃったから、 ちょっと趣味に走らせてくれ一回っていうアルバムだと思ってたから、走休め的なというか、なんか本流、アジカンの本流のアルバムではないというか、まあ、後藤正文の本流ではあるが、アジカンというバンドのヒストリーからすると、なんかその、あの、バチバチにやったるでみたいなアルバムではないから、なんか、で、これ、まあコンセプトアルバムなんですよ。これも説明はしょりますけど、 コンセプトアルバムだったから、このコンセプトの完全版をやりますみたいな。で、しかも全部取り直してますみたいな。なんならまあ5曲足されてますみたいなのが今度出ます。まあ楽しみですね。まあちょっと、そうやってこう、なんていうの、水を差すようなことを言っちゃうんだけど、俺は、<laughs> サーフ文学鎌倉ってそんなに人気あるアルバムだったみたいなこと言っちゃうんですけど、まあ楽しみっちゃ楽しみですね。まあそれはいいとして、で、その、 この辺くらいまでが、まあ、ギターロック味感みたいなところで、で、俺の周りのバンドマン、地元にちょっと私バンドやってるんですけど、バンドマンは、このワールドワールドワールドあたりまででの味感が好きで、なんかそれ以降、ちょっとっていう人が多くて、悲しいんですけど。で、その後、えー、2010年に、まあ、こからがちょっと本題というか、2010年に、えっ、ー、と、マジックディスクっていうアルバムが出るんです。でこれは、まあ、ちょっと脱ギターロックというか、まあ、なんというか、 今までそういう打ち込みとかシンセサイザーとか、あんまり入れてこなかったワンドなんですけど、ここでちょっと入れてみたみたいなアルバムなんですよね。シンセも入れるし、えっ、ー、とまあ、そのパーカッションみたいなのも入れて、パーカッシブな曲もあるし、まあ本当にこうバラエティに富んだアルバムで、まあストリングスって入ってる曲もあるし、でまあ、なんたって1曲目が、まあ、えっ、ー、と、新ンえっ、ー、と、新ンセのラブソングという、 えっと、まあ、ヒップホップ、まあ、当時のイギリスのヒップホップの、えー、ザ・ストリーツの影響が、ま、強いというか、まあ、影響というか、まあ、ストリーツを意識したと言われている、ま、なんだろうな、ヒップホップをアジカンがこう、まあ、独自の解釈で生演奏でちょっとやってみましたみたいな曲があって、まあ、そういうのが一曲目だから、もうなんか全然その、なんていうのかな。 だいぶこう攻めたというか新しい味ン像みたいなものがまあ提示されたアルバムでまあこのマジックディスクも僕の周りのバンドマンからはなんかちょっと不評ですが僕はすごい好きでなんならここから始まっただろうっていうこうのがあるんですよねあの2010年ってツイッターがまあまあ僕がツイッターやり始めた年で2009年ぐらいからですよねツイッターが日本に本格的に上陸し始めたの 本当に2010年とかに始めた人多いと思うんですよ。で、僕もその一人で、でそうの、そうするとそのいろんな音楽の情報とかがガンガン入ってきてたし、作るようになったし、まあまだそのみんなスヌーザーとか雑誌読んでたし、で、まあ日本のロックもちょっとそのギターロックというか、いわゆる下北沢系ギターロックみたいなものから脱するような人たち、まあアンディモリとか、まあミイラズとかなんですけど、 まあ、テレフォンズとか、サカナクションとかも、まあ、サカナクション、うん、まあ、一応、入る、入ると思うんですけど、なんかこう、新しい波来てるな、みたいなのがちょっとあって、アメリカでも、US Indy って言われる、まあブリ、ブルックリン発のバンドみたいなのが結構多くて、楽しいな、なんか華やかで、なんか、なんか新しいサイケデリアみたいなのもあって、楽しいな、みたいな時期が、まあ、これずっと言ってんだけど、俺。<laughs> まあ、ほんと、この思い出を、をずっと胸に、 こうツイッターを10年間やってきたみたいなところがありまして。まあまあ、それを象徴するのが、方角で象徴するのはやっぱりそのマジックディスクなんですよね、僕の中で。実際その音楽的な影響っていうよりはそのなんかこう精神的な影響っていうかカラフルなみたいなイメージの面で US i n d ィの影響を受けてたアルバムでもあると思います。マジックディスクは。で、まあ、だからその、まあ僕はなんかだからギターロックに がすごい好きなんだけど、かギターロックにこだわり続ける味感っていうのも別にそこまで見たくなかったっていうからちょうど良かったっていうのはあるかもしれないですね。で、なんですけどこの US インディー趣味みたいなものは、このボカルの後藤さんはこの後ソロに回してしまうんですよね。だから俺ゴッチのその最初のソロのアルバムがあるんですけど、それめちゃくちゃ好きで、あ、なんか求めてた後藤正文像みたいなものが、 あるんですが、まあ、で、本題に入り、入ると、その次のアルバムが、えー、っと、ランドマークっていうアルバムなんですね。で、こうマジックディスクがすごい好きなんだけど、それを超えてきた、超えてきたというか、まあ、トントンとか、まあ、2枚で1枚、2枚で1つの、まあ、なんだよかな、アジカン第2章みたいな、いや俺の中ではそういうイメージもあって、なんかこう、ランドマークって、 でこれファンがどれだけこのランドマークってアルバムを評価してるのかちょっと僕は全然わかんないんですよ。人気のアルバムなのか人気ないアルバムなのかももうちょっとわかんないけど、多分そこまで人気があるアルバムではないんじゃないかと勝手に思ってて、で、この時期って、その、まあまず、そうだな。まあこの時期ってちょっとそのランドマークツアーの時って結構そのアルバムを再現するのに、えっ、ー、と、かなりサポートメンバーを入れて、 ライブだったんですよねコーラスの岩崎愛さんとか、まあ、岩崎愛っていう、ゴッチがプロデュースとかしてたシンガーソングライター、多分あの、あれだよね、世界一っていうバンドのボーカルの妹かなんかだと思うんですけど、多分。あと、まあシンセも、シンセも入れてたの、もう下量が入ってんのかなちょっとその辺忘れちゃったけど、あと普通に3本目のギターみたいな人もいて、だからそういう。 で、でもやっぱファンは、この4人のギターロッカー時間みたいな、これ4人だけの、4人ができることをやる、みたいな、まあ、いや、ロックバンド像みたいな憧れるわけじゃないですか。まあ、俺もそういう気持ちはあるしっちゃあるし。だからそんなに評判良くなかったんじゃねえかと、勝手に思ってるんですけど。あの、ちなみにマジックディスク、マジックディスクの時は、シンセサイザーやっぱ必要なんですよ、アルバムを再現するのには。 なんだけど、これあの、あの時は確かね、あフジ富士ファブリックってバンドの、あの、手バンドのって前、みんな知ってるか富士フ,ファブリックなんか。アジカンより有名か、今。<laughs> もう教科書に載ってるからな。富士ファブリックの、え、金沢大輔がサポートに入ってるんですよ。で、結構多分アジカンと富士ファブリックって、めちゃめちゃ交流があったわけではないけど、多分ファン層は被っていたので、かなりその、お、金沢大輔が引くんだったらウェルカムだぜ、みたいな空気はあったような気が。 します。まあ、気がしますっていうだけですけど。で、このランドマーク、何がいいのかっていうと、まあその、ランドマークの後は、ワンダーフューチャーっていう、えー、まあいわゆるガチガチのロックアルバムに、を作るんですね。まあ、つまりその US インディーみたいなカラフルなシンセサイザーとか鳴った音みたいなのは、まあ、ソロに回しますと。これ味感と食い合わせが悪いなみたいな判断が多分なされたんですよね。で、あの、 ガチガチのロックアルバムを作ることになって、まあ、フーファイターズの、えっ、ー、と、スタジオで撮るみたいな感じのアルバムなんですよね。あの、ワンダーフューチャー。だから、その、マジックディスクとワンダーフューチャーの過渡期に当たる、えー、のが、この、ランドマークで、えっ、ー、と、だから、その、ちょっとギターロック回帰っちゃ回帰だし、でもなんか、その、さっき言ったヒップホップを生演奏で、味ジが独自解釈でやりましたみたいな曲も入ってるんですよね。 あの、マシンガーと形容詞っていう曲なんですけど。で、あと、まあなんか結構いろんな、わまあバラエティに飛んでるっちゃ、まあマジックリスクほどじゃないけど、まあいろんなことやってるアルバムでもあるっていうところで、まあちょっと間ぐらい、まあどっちつかずっちゃどっちつかずですけど、っていうアルバムかなって思ってて、なんか俺はね、なんかちょうどいい、それがちょうどいいというか、そう、ちょうどいいアルバムだな <laughs> とも思うし、で、まあ重要なことは、まあその、 ま、震災が起きて、まあ、言うなればこのアルバムは震災の、えた、まあ、その、アジカンのリアクションっていうアルバムなんですけど。で、まあ、この時、作ってる時、いや、僕はあんまり実はそのアジカン好きだけど、そのアジカンのバンド内の状況がどうだったか、当時、当時どうだったかとかっていうのは、あまり詳しくなくて、結構厳しい状況というか、なんかあんまり解散はしない、<laughs> あれなのかもしれないけど、 ちょっとあんま良くない。バンド内の空気が良くなかったみたいな話を後で聞いて、聞いたんですけど、俺はちょっとよくわかってなくて、だってマジックディスクが最高だったから、こっちはもう US Indie 熱とかアンディモリとか着てるし、熱に浮かれてるわけですよ <laughs>。浮かれてる、浮かれてるのにスヌーザーとかが終わるから、なんで終わるんだよみたいな。いやいや、ミイラスとか出てきたじゃんみたいな。うん、なんかそういう気持ちだったな <laughs>。で、 でも、ちょっとね、いや、俺、俺の勝手な予想ですけど、ちょっと浮かれてたところはある、浮かれてたっていうのはいい意味で、その、ポジティブに行くぜ、みたいな、こう、モードあったと思うんですよ。マジックディスクは、まあ、いろんな音を入れたとはいえ、もう一回引き受ける味感だと俺は思っていて、その、マニアックに逃げないっていうか、もう一回こう、王道、王道ったらあれだけど、なんか、ちょっとでかいところでもう一回、やるぜっていう。 で、まあ、ランドマークがそういうアルバムかって言われたらそうではないんだがな,な,な,ないんだが、でも、そういう、こう、まあまあ、そう、そういうモードに見えました、アジカンは。で、だから僕は全然安心しきっていたし、アジカン自体も、まあ、後藤さん自体も、なんか言葉遊びアルバムを作ろうとしてたっぽいんですよね。で、その証拠にですね、この、まあ、だって言葉遊びアルバムってさ、 言葉遊びってちょっとさ、なんていうのかな。その、なん、なんていうのちょっと、浮かれてない <laughs> なんかちょっと、なんていうのかな。その、のんきじゃないうん。で、その、まあ、一曲目が、オーライトパート2っていう曲で、これをもう、愛を、愛上を削作文みたいな感じで歌詞が書かれてて、で、ま、あ、オーライトパート2は、ま、あ、全然いい。 なかなかええ感じのアッパーなパワーポップなんですけど。で、あと A と Z っていう曲。これまぁちょっとシリアスな曲なんだけど、これもまぁ ABC、なんか EFG みたいな、そういう歌詞の、なんかこう始まりでいずっと、んていうのかな、ABCDEFG みたいなで行ってくし、あと 123456Baby っていう曲が3曲目にあって、だからこれも普通に One 2,3,4,5,6,wayway っていう A メロなんですよ。そういう。まあサービとちょっとその C メロとかミドル8みたいなところは、まあミドル8みたいなところにメッセージとかメッセージ性がある歌詞ではあるけど、これもなんかこう海外で、まあやっぱアニソンの影響で海外でライブすることも増えた時間が、まあなんか海外で、まあ言葉はね日本語は通じないから、こういう曲し、まあやったらウケんじゃねえかみたいな感じなんですよ。ウケんじゃねえかって言い方ちょっとして、 ちょっと語弊があるけど、まあその共有できるんじゃないかっていう、外国のリスナーともっていう、なんか、なんか今思うと、今バッサリ言うと、まあのんですよねっていう感じだけど、そこがもう震災が起きたから、もうそれどころじゃなくなって、活動、いや、そもそも活動できんのかっていうか、ライブもエンタメできんのみたいな、まあ、ことになったので、まあその震災のリアクションとして、まあすごいシリアスな、なんていうかな、 言葉遊びアルバムっていうのが、だから半分だけ残って、あとすごいシリアスな、その、まあ現状認識というか、まあその、その、なんだろうな、いわゆるその原発のこととか、まあそういうものにも触れた曲は、まあ一曲だけあるくらいなんですけどね。まあ一、二曲というか、あって、で、まあなんていうのかな。まあそういう、まあこれ、 まあよく、まあ今のは時間まで続いてるんですけど、まあこの資本主義っていうね、もうまあ言うなればバベルの層みたいなものを積み上げていってるけど、これ、どうなんのみたいな。大丈夫大丈夫っていうか、いやもう無理があるだろ、このシステムは。みたいな。まあそういうことを結構暗誘的に歌ったりしているのは、まあこのアルバムもそうだし、まあ最近もそうなんですけど、っていうのがあって、まあこの辺に関しては、 基本的には非常によくわかるんですが、非常によくわかるんですが、まあね、その、でもあなたメジャーデビュー、メジャーのアーティストで、えっと、音楽を売って、音楽を商品として売って稼いでいる人じゃんとか思っちゃう、俺は思っちゃうけど、いや、わかるんだけどね、めちゃめちゃわかるけど、かといってやっぱりこの、じゃあ共産主義でいきますか、みたいなことも、いや、それもちょっと違うんじゃねえのっていうさ、ところもあるから、 なんか結構ヒヤヒヤしながら聞いてるけど、まあ基本的にそのアジカの政治的な、まあ後藤正美の政治的な立場っていうのは、そんな、なんていうのかな。俺はその、まあどちらに立つかといえば、そ,その後藤正美側、ね、に立つだろうっていう、当たり前だろうみたいなところはもちろんあるんだけど、まあちょっと言い過ぎではというかな、なんだろうな。だからと言ってみたいなところはちょっとある。うん、一応言っとくけど、だからその、結構最新作でも、 えー、解放区っていう曲があって、まあ、めちゃくちゃいいんだけど、まあ、てか、最初出たとき、解放区が出たときは、ちょっとうって思っちゃったというか、なんか、えっ、ー、と、さえっ、ー、と、その、高層ビルからばらまかれるサつさみたいなくだりがあって、いや、なんかちょっと、なんか、あん、安直な比喩しすぎないみたいな <laughs> ところあったんですけど、まあ、でもこの解放区、あの、アルバムの流れで、アルバムに入ってる解放区聴いたらめちゃめちゃよかったけどね。 で、まあ、その、まあ、それは置いといて。まあ、でも、ちょっとそういうね、さっきのその、バベルの塔というか、資本主義のバベルの塔、これどうすんねんっていうさ。いや、マジ虚しくねえかっていう。っていう、まあ、そういう曲は最後に入ってるんですよ。あの、姉ネモネの作、春にだっけ春に、春にまあ、こう、姉ネモネですよ。通称。これはね、えっとね、まあ、楽曲、音楽的にはピクシーズの Where is my mind? みたいな。 感じのの印象の曲なんですけどまあ、その時点で好きなんだけど、<laughs> そのまあ、そういうような、まあ、とある人物、まあ、恋人か友達かわかんないけど、に、ね、まあ、手紙を書いてるみたいな設定の多分歌詞で、で、まあ、まあ、しんどいですみたいな。<laughs> で、なんかこう、なんていうの、この資本主義の塔を積み上げてきたけど、みたいなことが、まあ、 あここも、まあ、はっきりと書かないけど、まあちょっとしんどいんじゃないですかって震災も起きて、まあ全てが暴かれていくと。で、これはまあ、こういう、まあネ、ね、ゲーマーしんどくないですかみたいな。まあまあ、ちょっと、ね、俺なりに解釈するとそういうようなのを、あのー、まあ、いわゆるその、そういう、こういう虚しさ、震災後、みたいな状況をまあ書き当てる、作詞家として書き当てる言葉っていうのもまあ特に見つからないですね、みたいな。 手紙を書いていますみたいな設定で、で、最後にその、あの、いつか君と会う日を願う。あの、今日もコーヒーは苦いです、敬具で、終わる、終わるってか、で、サビに入るみたいな。いやいやもう、それやっぱ、これやっぱ結構食らっちゃったし、まぁ、あ、ちょっとそうなんだろうな、その時って、アジカン、まあゴッチは結構、 新聞作るとか言って、フューチャータイムスっていう新聞を作ったりとかしてて、結構なんかまあ、ポジティブに行こうよみたいな、まあ、社会のことをよく知って、でか、でもかつポジティブに行こうよ。まあ、これは、この基本線っていうのはずっと今まで変わらないとは思うんだけど、なんかその、俺なんかポジティブマンに見えていたみたいなところもちょっとあって、正直。だけどこの、姉ネモネを聞いて、ああ、やっぱまあ、やっぱこの人絶望してんなみたいな。いや、いい意味で。 絶望してるから、まあ、やっぱそういう社会的なことも考えざるを得ないっていうか、なんかそこに踏み落ちたというか、ちょっと人間らしいなと、俺は思ったので、まあ、このランドマーク、すごい、クらったアルバム、クらったアルバムとか、ランドマークの中で特に食らった曲ですね。えー、他にもまあ、ただこのアルバムはね、あの、そうさっき言ったように、前半の言葉遊びのところとかが、ちょっとその、 これどうな、まあ、本人も言ってるんだけど、これどう着地すんのこのアルバムみたいな。4曲目くらいまで、これ、なんか、どう、何これっていう感じはあると思う。正直。うん。だからその4曲目で折れないでほしい。まあ、A と Z とか俺すごい好きだけど。4曲目の。で、5曲目に、太陽光炉っていう、まあ、パワーポップっぽい曲が入ってて、これを、まじ久しぶりに、こう、味ンのパワーポップ曲って正直、 ま、そんなそんななんですけど、いや、久しぶりに開作だなっていう。あ、そんなそんなって言ったらね、あれだね。最近のアジカのパワーポップ曲だとも、う、荒野を歩けっていう曲が、まあ、まあ、最高でしたけど、<laughs> うん。アルバムはちょっとね、あれだったけど、荒野が歩けが入ってるアルバムはちょっとまだ、まだちょっと、会話中なんだけど <laughs>、あの曲はまあ、久しぶりに来たねって感じだったけど、 まあ、そのー、太陽光ロも、まあ、まあ、最高です。<laughs> で、まあ、あとね、それではまた明日っていう曲が入ってて、これは、まあ、言うなれば、アジカンっていうのはタイアップの度に、まあ、リライトみたいなことを多分求められるんですよ。リライトみたいな曲をオファーしてくるんだと思うんですよね、そのアニメとかのタイアップって。やっぱ、あれがアジカン像だから、こういう曲を合わせたいと。 アニメに。で、過去にもその、えー、っとですね、アフターダークって曲がブリーチに使われて、まあこれもまあなんていうのかな、アジカンですねっていう <laughs>、まあリライト、ポストリライトみたいな曲ですね、みたいな感じで、で、この、それでもまた明日っていう曲もまあそれっちの路線の曲なんだけど、で、えー、っとね、ナルトの映画かなんかの主題歌かな なんだけど、これはね、ポストリライト系の楽曲の中では、俺は一番、こうなんてうの出来がいい、うん、なんか普通にいい曲だなと思いますし。で、こういう曲に結構社会的なメッセージとかを、あえて忍ばせると、その、まあ、ポストリライトみたいなの書いてくださいって言われた時こそ、忍ばせるみたいなパターンが結構あって、な時間は。まあ、そう、あじはその、ファンクラブっていうアルバム、 まあ売れた後のね、ソルファでバカリした後のアルバムで、これじゃあちょっと出せませんよと、曲揃ってきたけど出せませんよみたいなこと言われたらしいんですよ。その、リー、なんか、リード曲的なものがないっていう。その時に作ったのがワールドアパートっていう曲で、まあ311を描写したとされる歌詞とかがある曲なんだけど、でもそれ、でもそれ結構エモーショナルな、その、結構叫ん、ぐーって叫んだりしてるアッパーな曲だから、 1>, 1位取っちゃったんですよね。まあ、その、ソルファの後だし、後に出したシングルだから。で、これ、アルバムに入っ、あ、ベストアルバムに入ってないんですよね。ワールドアパートっていう曲は。まあ、そういうことをしちゃうバンドでもあるし、で、まあ、でもワールドアパートはね、でも、絶対に入れるべきだと思うけど <laughs>、うん。なんか、そう、ファンクラブっていうアルバムの完全版をもし出すなら、ワールドアパートは、外すって言ってるからね。本人はね。 いや、それはやめてよって思うけど。ワールドアパート。いや、だからそ、そのそういなんか、あれがあるから、社会的なアルバムとして成り立ってんじゃねえのファンクラブは、みたいなところあるけどな。まあ、ちょっと話それましたけど。それではまた明日も結構いい曲。で、だから、なんかファン、俺はもう、だから、ゴッチのイン US インディー趣味に走りましたみたいなソロアルバムが好きだから、 やっぱ、こっちのメロディーセンスとかめちゃめちゃ好きだし、その歌詞の当てはめ方とかもすごい好きなんですよ。すごく影響を受けているんですけど、別にもう、リライ、なんか、ポストリライトみたいな曲は別になんかいらないわけです、こっちは。僕は。だけど、その中では、うん、かなり、それではまた明日は結構良かったですね。で、あと、さっきもちょっと触れた、マシンガーとケイオシっていう曲もまあ最高。やっぱその、 まあ未来にベットしようっていう。あの、君の20年後にあれだけのチップをベットしようっていう、まあ歌詞の曲で。まあこれヒップホップ系とかまあちょっとトラック、ヒップホップのトラックを生演奏したような結構ふわっとした音像のところにちょっとラップまがいのポエトリーリーディングが乗るみたいなタイプの曲で。でもこれまあ、これも素晴らしいですね。やっぱすごいやっぱその、 チップをベットし,しようと、君は20年後にと、未来に。で、それで、まあ、それから全額す、すら、すっちゃったと、もう全部、全額すったとしても、まあ、金なんて変えられない。差し出すのが誇りさ。っていう歌詞なんですけど。で、それが愛だって希望だって、胸を張って言えっていうまあ歌詞で、まあ、これすごいよな、マジでって。俺は思いますけど。まあ、わかんない。こういう歌詞が刺さらないって人は世の中にたくさんいると思いますけどね。 で、あと、まあ、特筆すべきは、やっぱあれですか。ああ、れも好きなんだよな、あの。まあ、それはもうめちゃめちゃ好きなアルバムっていうか、ま、いわゆるソルファっていう、昔、アホホと聞いた音楽の原体験に近いようなアルバムではなく、2012年って割と、まあ、社会人になってからのアルバムをここに選んでる。私選んでるわけですから、これはまあ、新しい、まあ、なんだろうな。ランドマークって俺だろ、みたいなことは <laughs> これたびたびフォロワーさんに逆に言われたもんな。ランドファークって旅犬さんですよねみたいなこと言われるんだよな。いや、本んと光栄なことですけど。まあそういうアルバム、そういうアルバム、まあまあ聞いてくださいっていう話ですね。えー、っと、だからその、あれも言っとくか。あの、えー、っと、なんだっけ。かかとで愛を踏み鳴らせっていう、えぇ、ー、曲もあって、これも、なんか、まあ、 結局歌詞の解説になってしまうけど、その喜びは流れる水のようで、まあその手のひら、砂のように、砂のように手のひらからこぼれ落ちると。喜びっていうの。うん、なんかや、ね、よろ、強日には忘れるもんね、喜びってね、<laughs> 大体ね。だけど、その、それでも繰り返すように、ささやかに両手を濡らす。 っていう歌い出しなんですよ。いや、もうこの時点で最高だろうっていう。やっぱそれが祈りであり人生だろうっていうね。やっぱすごいよね。で、あとは、まあ最後に言いたいのは、まあバ、バイシクルレースっていう曲で、まあこれはね、クイーンのバイシクルレースって曲あるよね。あれからまあ借りてるんだろうけど、まあその夏のこの自転車レースみたいなもの、 まあそういう青春探みたいなものと、まあこう、とまあこの社会的な状況みたいなものをちょっと重ね合わせてるみたいな曲で、ええー、まあ結構エモーショナルな曲でもありますね。で、その、まあこのなんていうの、スピードを出すと、自転車レース。で、その、いわゆるその怖さを紛らわすために、 逆にスピードを上げるみたいな。まあそういうちょっとラインがあって、その歌詞のラインがあって、なんかスピードに意識を混ぜ込み、失う怖さを、まあ、みたいな、こう忘れる、失う怖さを忘れるっていくたびに、なんかこう悲しくなるね、みたいな。<laughs> まあそういうなんかラインがあって、まあそれっていわゆるそのさっき言ったその資本主義みたいなものがこう進んでいく中で、なんかこう感情的、感情とか愛みたいなものが、まあこう、 見過ごされていくんではないかっていう。まあ、これベタなんだけどね、これ。ベタではあるんだけど、まあ、そういうようなことを言いつつ、あの、遠く、遠く向こうから雨の匂い。少し前から気づいていたんだよっていう。まあ、ちょっとなんか、気づいてた、たけどねっていうさな。何かが起こる。やばいぞっていうさ。まあ、震災ってものが起きたから、なんかこう、そういうものが、いろんな問題がふあらわになっただけであって、みたいな。まあ、そういう状況、まあ、直接そんなことは一言も言ってない。っていうか。 普通に、まあなんだろうな。夏の、PV も結構夏の感じっちゅうか。で、まあいわゆるそ夏の青春誕というか、自転車レースでもするかいみたいな、まあそういう歌詞にも取れなくはない。まあ取れないか。取れないよね。うん。まあ割と取れないんだけど、一応そういうの、まあ歌詞ですね。で、サビが、えー、サビというかまあ、うん、サビだね。サビが、もういつかはこの空洞を埋めるように微笑み合いたいな。 ってフレーズがあって。まあ、すごく気に入っているフレーズで,でしてね。いやー、まあこれは本当にね、やっぱツイッター十二1 2年、13年とかやってて、こう、顔、まあ、会ったこと、顔を見たことない、まあ会ったことないけど、もう13年間総フォローみたいな人もいるし、まあもちろんその、この13年の中で何度も会ってきたフォローさんもいるし、で、まあ俺やっぱ旭川っていう北海道で、札幌でもないし、 なかなか東京の方とか大阪の方とかに遊びに行けないんですよ。まあコロナもあったしね。まあこの間ちょっとその、フォートレイシーハイドっていうバンド、好きなバンドが解散するからちょっと東京に一瞬遊びに行きましたけど、なんかそういう時も思ったけど、なんかこう、いつかは本当にこの空洞を埋めるように微笑み合いたいな、会いたいなっていうのを、まあこう、遠く離れた友人たちとかに常に俺は思っているっていう話ですね。 で、そうす。で、最後のサビだと、その、行き詰まった現在も、の、僕らにだって振り向けヴィーナス。いつかこの空洞を埋めるように微笑み合いたいなっていう。ま、あ、これに尽きるかなっていう。まあ、なんか空洞みたいなものがあって、その、精神的なものなのか、まあ、社会的な、その、空洞なのかわからないんだけど、まあ、なんかいつかはそういう日が来るといいですねっていうか、まあ、そのために、まあ、なんか、 なんて言うんだろう。まあ頑張りましょうというか。まあなんかそういう祈りが込められた曲でですね。えー、非常に、座右の銘じゃないけど、なんか一つその、俺がたびたび口にする <laughs> フレーズです。いつかこの空洞を埋めるように微笑めらいたいなという。まあそういうアルバムなので、まあ、まあ、このね、私を構成する42枚に入って、まあ当然のアルバムということになっております。 えー、まあ、こんなもんでしょうかね。何分ぐらい喋ったんでしょうか。うわ、41分。これは、もう分けなきゃいけないかもしれない。動画を。ということで、次回は、えー、次回はあれかなストレイティナーの、ちょっとあの、画像見てないからね。見てないで喋ってるからあれなんですけど、ストレイティナーのタイトルなはずでございます。えー、次回も聞いてくれると嬉しいな。それでは、旅券でした。